ハマゴウは、ハマゴウ族の常緑小低木です浜などに生育する海浜植物。別名ハマハイ、ハマボウ。和名ハマゴウは、葉を先行の原料にしたことから、ハマコウの名が生まれ、これが点火して、ハマゴウになったと入れる。古書には、ハマハヒの記述が見られ、海岸に茎が生うように生えるところから名付けられたものと考えられている。地方名は、ハマボウ。 浜カズラなどと呼ばれている。中国植物名は、タンヨ太マン系日本では、北海道を除く本州、四国、九州、琉球に分布し、海岸の砂浜に群生する。内陸の淡水湖である、琵琶湖沿岸にも生育する。国外では、中国、朝鮮、東南アジア、ポリネシア、オーストラリアに分布する。 砂が吹き飛ばされて何メートルも横に伸びた茎が露出する場合もある。砂に渦漏れても負けずに伸びるのは海浜植物として重要な適用である。海岸の砂地に群生することが多い落葉低木。茎は地面を這い、中は砂に渦漏れて伸びる。枝は4両があり、直立、または斜上し、高さは30から70センチメートルになる。葉は普通単葉で、 稀に産出服用になるものもあり、耐性する。洋芯は楕円型から甲卵形で、長さ3から6センチメートル、幅2から4センチメートル、円は全円、裏面は白い毛で覆われる。洋平は長さ5から10ミリメートルになる。花期は夏から初秋にかけて、枝先に円水果汁をつけ、方向のある青紫色の小さな花を咲かせ、目立つ。は、 長さ3から4ミリメートルの小径で5歯がある。果敢は長さ12から16ミリメートルになるロート状で、後列し神経になり、下部の裂片が他の裂片より、はるかに大きい。有水は4個、下中は1本で花冠を突き抜け、中東が2列する。果実は、休憩の角下で、10月に結実して、水に浮き海流に流される。全体に、 ユーカリの葉に似た方向がある。10から11月に採集した果実を、天日干し乾燥したものは、鶴ケイシ、マンケイシと呼ばれる木薬で、鎮痛、鎮静、消炎作用がある。鶴、ケイシ酸などの漢方薬に配合される。8から9月頃の開花期の形容を採取して、長さ3から5センチメートルに粗く刻んで陰干ししたものを、鶴ケイヨという。 はや小枝には、精油約0.1から0.3%が含まれており、精油成分は、カンフェン約55%、リペンテンアルコール約20%、トリテルペン酸約3から19%、アルファピネンなどである。果実には、精油0.16%、シボ油約6.1%、フラボノール誘導体のビテキシカルピンなどを含んでいる。精油は、 翌冬量にすれば、血行促進作用があり、果実は消炎、下熱、競争の目的で、漢方薬の処方に廃材されている。民間療法では、風邪で熱があるとき、頭痛がするときに、鶴、軽止追加治療後の 10g を、水 600cc で半量になるまでとろびで煮詰めた、煎じ液を、食感3回に分けて服用する用法が知られている。妊婦は服用禁忌とされている。 また、肩こり、腰痛、筋肉痛、冷え症などには、慶應や、鶴、軽脂を布袋に入れて、浴頭料にして、風呂に入れる。昔は、葉をいぶして、かやりに用いたり、あるいは香として用いられた。慶應は、敷みの樹皮や、葉、木蓮の樹皮などを粉末にして混ぜ合わせ、安泉香を製造するための原料にした。南西諸島にはよく似た三ツ葉浜郷が普通。 形態的にはよく似ているが、海岸ではなく内陸の日向には、え、低木状になる。ヨネクラコウジ、カジタタダシ。ビテックスロートゥンディフォーリア LF。BG プランツワミョウ学名インデックス。2020年6月7日閲覧。ヨネクラコウジ、カジタタダシ。ビテックストライホーララ L、サブスプリトラリスステイニス。BG プランツワミョウ学名インデックス。 2020年6月7日閲覧。米倉ク二、梶田忠、カジタタダシ、ビテックストライホーララ、エルバリエーション、シンプリシフォーリアカーム、BG プランツワミョー学名インデックス。2020年6月7日閲覧。ABCDEFGHIJKLMN、田中コ千九1995、P155、ABCDE 開通吉ヨシタカ1995、P166、 ありがとうございます。